久保さん、今回は小遣い3万円まあ疑い、疑う小遣い3万円を疑うっていう、まあ、こんな感じのタイトルにしましょうかあのー、まあ10年20年30年働いてで3万円しか自由に使えないこれってこれがまあ一般的な普通のサラリーマンの、うん、生きる道収入のあれなんですけどそれって普通なんでしょうかねそれが正しいんでしょうか もしくは正しかったとしても、それを、うん、もと、それを望んでるんでしょうか ?30 年会社に勤めて、毎月使える自分のお小遣いは3万円しかない。それを自分が認めますか認めませんかいや、これは一般的にしょうがない。みんなこれぐらいの3万円のお小遣いでやってるんだからしょうがない。でも10年、20年、30年会社で働いて会社に尽くしてる。だけど3万円。それで人生終わっていいんですか そこに疑いは持たないんですか疑い。本当にこのままでいいのかと。まあ、このままでいいんだったらこのままでいいと思うんですけど、僕は嫌ですね。30年働いてね、会社に30年尽くして3万しかお小遣いないんですよ。ね。悲惨ですよね、そんな人生。そんな人生僕絶対嫌ですね。30年会社に強めてお小遣い3万しか使いませんみたいな。ね。30年間ですよ。100歩譲って30年ですよ。ね。 どう思います30年死ぬ気で頑張って3万しかお小遣いないってい本当にこれでいいですかいいんですかいってらっしゃい。